新シーズン開幕、注目の10選手。はい、これはね、去年もやってきましたけども、今年もやりますよ。はい、はい、開幕。まずは青山学院大学です。おいしょ。まあ、1位のチームですからね。そうですよ。うん、そしてね、まあ、あの最初なのでちょっと説明しますけれども、はい、新しいシーズン始まりましたので、はい、もうこの10選手注目していこうというお二人に聞きたいなと思ってますので、はい、ぜひですね、教えていただきたいと思っております、はい、まずはエース級の選手、なるほど、これを知りたいんですよ。なるほど、エース、今の段階でいいですよね。青学の今の段階のエース、はい、今の段階、はい、もっと言えば将来的にもこの人がエースになるよ、ね、と、今年のね。それではね、はい、ヨッシーからいきましょうか。お、来ました、お願いします。青学のせーの、エースはこちら、ドン、佐藤一世選手。マジ、はい、やっぱね、一世くんはね、まあ今年も3年生ですよ。もうね、早いね。ね、まあ、近藤くんと僕は悩みはしたんですが、やっぱりね、一世くんがもう今後ね、青学を引っ張っていく存在になるんじゃないかなと。やっぱ宮古島のあの強さが忘れられないのと、駅伝では外さないっていうね、絶対的な信頼ありますから。そうですね、はい、僕は一世君にしたいと思います。わかりました、はい、じゃあどうぞお願いします、はい、僕はエースはこちらです。ドン、近藤君。まあね、近藤幸太郎君。なあ、まあそうなりますね。そうなりますよ、大多数が近藤君になってんじゃないかと思います、もう昨年から。はいはい、やっぱりね、青山学院の大学の中でも、5000m 1万の記録の1位はこの方なんで、そうですね、やっぱりエースじゃないかと思う、その時点で、まあね、はい、と思うんですよね。もう本当シンプルな根拠なんですけど、はい、もうここがやっぱ全てでした、僕は。なるほどね、はい、わかりました、はい、でね、今回お二人にですね、はい、10選手ね、順に聞くわけでしょ、はいはい、こうちょっと箱根駅伝でイメージしてもらいたいな、はい、想定したい、はい、で今エースを聞きました、はい、まあ、このエース2人とももう往路確定させてください。まあそうですね、はい、まあ、なので往路の残り4人教えてほしいんですよ。なるほど、お願いします。はい、はい、往路級ってことですね。往路級4人書いてください。はいはい、それではですね、はい、4人教えてください。どうちゃん、はい、僕からですね、はい、はい、僕はこの4人です。ドン、佐藤一世くん、岸本くん、太田くん、若林くんにしました。なるほど、はい、なるほど、ちょっと ごくシンプルなんですけど、まあ佐藤くんはね、先ほどヨッシーも言ったように、はい、駅伝は外さない、強い、もうロードになるとめっぽう強い、っていうことですね、で岸本君はもうどんな感じでも走れるんですよ、もう一人旅も大丈夫だし、競り合いもいいし、はい、でやっぱり駅伝も外さない、はい、実は出た駅伝も全部いい走りしてます、はい、で太田君はね、もうこれ願望なんですけど、秋山君みたいになってほしいんですよ。湘南の神、湘南の神になってほしい、なるほど、だから1年生であのいい走りをしたということは、あの風にはもう対応できたということなんで、なるほど、ちょっと4年間もう頑張ってほしいかなと、はい、で5区の想定なんですけど、ね、はい、若林くんで、ね、行きたいなと思います。若の神ね、これ原監督が若の神って言ってたからそう、ね、山の神になるためのまず若の神にならなきゃいけないとか言ってたんで、山はもう若林くんだろうと、で前回も区間3位でしたし、そうね、素晴らしかった、はい、もうこんな感じです僕は。わかりました、はい、なるほど、ちなみにどうちゃんエース、さっき言ってました、はい、近藤くんは2区ですね。2区走る、はい、おお、なるほどね、わかりました、はい、それではヨッシーの往路4人教えてください。はい、僕はこちらです。ドン、鶴川選手、近藤選手、太田選手、若林選手。なるほど、こちらにさせていただきました。なるほど、はいはいはい、うん、やっぱりね、鶴川くんは本当に期待が非常に高い、はいはいはい、熊本出身ってのもありますしね、そしてね、去年が結局三大駅で走ってないですもんね、確かに、あれだけね騒がれたスーパールーキーだったんですけど、ね、期待しましたよ、もう2年生ですから、ここからガンガンもう走っていってほしいなと思いますね、まあやっぱ近藤くんはね、往路に絶対来ると思いますね、はい、はい、であと太田くん、僕もね、道山と全く同じで、はい、次の世代の湘南の神はこの選手になるんじゃないかな、なるほどね、で若の神ですよ、やっぱりそう、ここは一緒なんだね、1年生は、ね、神だらけ、神頼み、岸本くんと鶴川くんの違い、そういうことですね、そういうことですね、ほぼ、ね、似てますね、でもね、ちょっとやっぱ近くなっちゃいますね、現時点では ね、まあ、ね、しかもなんとなく雰囲気的に、5区と3区が決まってましたね、決まってます、まあそうですね、雰囲気的に一緒ですね、ね、正直決まってます、これ1年生っていうのがポイント
なのかもしれませんね。前回この2人が1年生だったっていうのが、そうね、はい、うん、こっからずっと任せたいみたいな、そういうイメージはちょっとありますよね、うん、なるほどね、あります、はい、分かりました、はい、これはねもうさっきもちょっとね、はい、ふわっとしか言ってませんけど、はい、不可予想ではありませんので、はい、そうですね、はい、あの4人を選んでもらってるだけです、はい、注目したいっていう選手ですね、はい、そうです、注目の10人ですね、うん、はい、はい、それでは袋、はい、お願いします、はい、はいはい、それではですね、ヨッシーからお願いします。わかりました、こちらです、ドン、四季選手、ほう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 、岸本選手、うん、西久保選手、中村選手、うん、中倉選手、なるほど、こちらにしました。なるほどね、うん、まあちょっとまあ、うん、四季くんが下るのかな、うん、みたいな、なるほど、まあそういうことね、予想で、岸本くんはまあ前回7区走ったので、はい、そのまま行くんじゃないでしょうかという感じ、はい、で、西久保くんはやっぱアップダウンも強いし、うん、で長い距離得意なんで、うん、ちょっと待ってください、不可予想してますね、ちょっと待ってくださいね、不可予想ではありますね、ありませんよね、西久保くんはね、やっぱ長い距離得意ですからね、うん、まあ、箱根にね、はい、合わせてくるんじゃないかな、はい、で、しかも前回 ね、走る走る言うて全部走らなかったの、はい、そうだよ、この選手もね、本当ね、なんで出てほしい、うん、注目、うん、はい、で、中村くん、中倉くんはもうこちらね、前回区間新記録を出した2人ですから、うん、そうですよね、もう大注目ということですよ、すごいもんね、ね、すごいよ、この2人は、ちょっと似てるのかな、どうちゃんも聞いてるな、かぶるだろうな、これ、お願いします、はい、僕はこちらです、ドン、うん、鶴川くん、うん、中村優斗君、山内健斗君、宮坂大輝君、そして中倉君、なるほどね、はい、結構違うぞ、ね、違いますね、うん、今の段階での、うん、まあ、袋想定の5人です、なるほど、なるほど、区間はねちょっとまだ分かりませんけど、まあね、はい、で、鶴川君がね、はい、デビューする、まあ、箱根デビューをもししたとしたら、うん、袋からじゃないかと、なるほど、ちょっと僕は踏んでます、お、はい、まあ、一区のね、うん、スペシャリストみたいなことありますけど、うん、まあ、袋からじゃないかと僕は思ってます、うん、ちょっと慣れるためにっていう、うん、はいはい、で、中村くんはもうちょっと区間新が驚異的すぎで、うん、絶対使わざるを得ない選手になってきました、そうでしょうね、はい、ね、はい、うん、ちょっと驚異的すぎましたね、うん、はい、で、山内くん、ここはキーなんですけど、うん、青山学院大の例えば 5000m、1万m、ハーフマラソン、うん、はい、でいくとベスト10に全部入ってるんですよ、はいはいはい、山内くんが、うん、ということはスピードもあれば長い距離もいける、うん、というふうに僕踏んでるんですよ、なるほど、でこういう選手で使った方がいいんじゃないかと、うん、なるほどね、はい、うん、で、宮坂くんはね、まず一番の理由はキャプテンということ、そうですね、はい、うん、そして、ハーフと一番メートルに強いという、うん、ことですね、うん、で、ハーフ強い選手いっぱいいるんですよ、田中優斗くんとかいるんですけど、ね、うん、西久保くんとかね、うん、ただ宮坂くんは一番も強いんで、うん、はい、なるほど、もう宮坂くんに任せたいという部分があります、この選手ね、出てないんですよね、出てないですよ、駅伝に、はい、そういうことか、未だに出てないですよ、はい、まあ、で、今年キャプテンですから、うん、やっぱ ね、 ね、出てきてほしいですね、で、中倉くんです、はい、この方も区間新で、区間は僕はちょっと考えてないと言いましたけど、うん、この方はまたアンカーでいいんじゃないかと、まあね、そうなりますよね、はい、うん、よしも一緒でしょ、一緒です、はい、これは一緒です、うん、もう引き離した形でもらって、うん、ちゃんと走るというね、なるほど、うん、分かりました、はい、いや今聞いて宮坂君の、はい、出場は僕も切に願ってます、ありがとうございます、まあ、やっぱキャプテンっていうのもありますよね、で、なんか今シーズン埼玉栄が調子良さそうじゃないですか、ほうほうほう、うん、まあ OB ですからね、なるほどなるほど、うん、はい、そのいい刺激もらって、ね、はい、こういう流れありますから、うん、はい、そうかそうか、わ楽しみですね、はい、なるほど、で今ねお二人にはですね、まあ、区間予想じゃないですけど、はい、10人選んでもらいました、はいはい、でもこの選手も入れたかったって悩んだ選手いません、ね、いっぱいいます、いっぱいいますよね、いっぱいいるんですよ、青学はいっぱいいます、特に青学いっぱいいると思いますけども、どうしても入れたかった11人目、なるほど、これね聞きたい、はい、うん、去年もねこれ聞いてその11人目が意外とその大学のキーポイントになってるんですよなるほどね、はい、なんで教えてください、なるほど、はい、これはもう口頭で、口頭でいきます、はい、じゃあですねここはどうちゃんから聞こうかな、ちょっと待って、うん、はい、それではどうちゃん、はい、入れたかった11人目の選手は、はい、僕は小原選手です、おお、なるほど、響選手、うん、はい、なるほど、響って名前が箱根駅伝に多いんです ね、うん、ね、流行ってたのかな、うん、流行ってたんですよ ね、 この時期ね、かなり多いんですよかなり多いね、そして特に山に多い、うん、倉掛くんもそうだしね、はい、そうですね、あと吉田くんもそうだし、うん、だからまあ大原くんいいんじゃないかと僕思ってるのと、うん、この人多分青山の中でも1人を争うスピードスターだと思うんですよ、うんうん、スピードはある、はい、三勝も強い、はい、三勝も強い、うんうん、でスタミナの方はねちょっと分かりません、あの長い距離の ね、 そうね、うん、ただスピードはピカイチだと思ってます、うん、だから僕は入れたい、こういう選手は一人は入れたい、うん、っていうことですね、よかったです、スピードって聞いて、はい、ほっとしました、はい、なんか名前だけかなと思ったんでいやいや響きだけではないです、そうですよね、はい、スピードがやっぱ、うん、あの青山の中でも
もう本当上位だということです。なるほど、はい、悩みましたね。悩みました、うん、はい。それではヨッシーのどうしても入れたかった11人目の選手お願いします。はい、横田選手。おお、横田球です。あの有名な横田球だね、はい、うん、やっぱ出雲のアンカーの走りは非常に良かったんですよ、うん、確かに、うん、ただその後ね全日本箱根と出てないんですよね、これが、うん、やっぱ層の厚さなんですよ、うん、そこがね、うん、確かに、うん、でもあんだけいい走りはねやっぱ出雲の一番長い距離でできたんで、うん、次の箱根駅ではね出てくる可能性十分あると思います。なるよね、確かにね、楽しみな選手ですね、うん、はい、横田球、うん、はい、で今お二人の11人目の選手聞いてもダブらないじゃないですか、はいはい、そうですね。そしてまあダブってない選手もダブってる選手もいますけど、はい、ダブってない選手もいますよね、はい、そして悩んで悩んでまだ入れてない選手まだいますよね。いま す, まだいっぱいいます。そう、熱すぎません、はい、あと一人ぐらい言いたい。これ多分もう本当歴代の大学で最強と言ってもいいんじゃないですか。あのその実績とかタイムって感じたらね。そうそうそう、うんうん、だって A チーム B チームできるでしょ。できる、できます、絶対できます、うん、そして強いでしょ B チーム。強い強い、ね、B チームも普通に優勝争いできちゃうぐらい強いよね絶対ね。だって僕は四季君も西久保君も入ってませんからね。そうか、そうなのよ、はい、それにましてまた田中優斗君とかいますか。そうなのよ、そうね。いや言いますね、12人目も、ね、言いたかった、言いたかった、どんどん言うね。まだいますよ、うん、脇田幸太郎選手、ね、まあ、言うね。いや、それだけねたくさんタレント揃いなんですよね。そうなんで す, んですよ。そして新1年生がいるでしょ、うん、そうね、そう、はい、ワクワクする選手がいっぱい来てますから、はい、そっか、うん、新1年生がまだいるんですよね。まあ、新1年生も強い選手いるでしょ。そう、でも我々入れてないっす1年生を、はい、なぜかというとまだ分かんないんですよ僕。それもそうだし、うん、層が厚すぎて1年生入れる枠がマジでないです。です、ね、今回は、はい、でも入ってくる可能性ありますね。あります、あります、うん、使う可能性あります、うん、分かりました。はい、いやね、これね今後ちょっと強い大学は全て、はい、この10人聞いていきますけれども、はい、最初に聞いたこの青山学院大学、はい、強すぎてびっくりしましたね。まだ優勝するとは限りませんけどね。限りませんけど、聞いただけでちょっとビビります。ちょっとね硬いと思っちゃう、うん、今んとこね。ね、うん、でもまあね、いろんな大学紹介していきながら、はい、勉強していきますので、そうですね、今後ともよろしくします。お願いします、はい、それではですね、今シーズン注目の10選手、本日は青山学院大学でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。